はい、こんにちは、クッキーです。お久しぶりです。今日はドラクエ3闇ゾーマの討伐をしていきたいと思います。闇ゾーマというのはドラクエ3の、ラスボスゾーマを光の弾を使わない強い状態のことです。今回は戦士、勇者、賢者で臨んでいきたいと思います。さて、戦士には賢者の石を持たせていて、勇者は攻撃、そしてフバーハとバイキルトが必須です。バイキルトを勇者にかけていきます。さあ、吹雪と次はマヒャドをと打ってくるターンでした。攻撃110回でバイキルト、順番逆だったらよかったんですが、順番についてはまた後で話をしたが、回復が入りました。さあ、選手が攻撃、そして賢者の石でとベホマランを使っていきます。さあ、吹雪と攻撃が入ります。さあ、実はゾーマはこれ完全攻撃順固定で、おっと戦士の開始の時期だったんですね。行動パターン完全固定です。3、4ターンに1回凍てつく波動を使ってきて、そのタイミングでフバーハとバイキルトはかけ直していきます。このターンが、その凍てつく波動のターンですね。その際は戦士に持たせた剣じゃなし、勇者は一貫して攻撃、そしてフバーハとバイキルトをもう一度かけていきます。でそして吹雪ですね。フバーハかかってないからちょっと苦しいんですけれども、まあ忍びました。吹雪とあとバイキルトと攻撃、ここ順番逆だったらよかったんですが、こうなりました。さあ、次が魔法カウンターを一旦だけ唱えてくるんですよね。この魔法カウンターはゾーマ攻撃一切効かないんで、こっちから攻撃とか、ルカニとかそういうの使わないので、非常にありがたいターンですね。ただそれとは一ターンだけで攻撃で、賢者の石、そしてここでベホマラーかかけていきます。さあ、賢者の石先かかっちゃいましたが、魔法カウンターと吹雪です。さあ、ベホマラーかかってこれでほぼ全開ですね。さあ、そこでこう今ほぼ全開で攻撃、次が吹雪マヒャドがやや弱いので、ここでナメプの祈りの指輪、マジックポイント回復できてます。賢者の石が、2個しかない取れないので、戦士と賢者の1人目サマンサに持たせてます。ニコライはベホマラーを使うんですが、ベホマラーマジック18でやや大きいんですよね。で、全部で40ターン弱、35ターンぐらいかかるんですけれども、そうした時にマジックがちょっと足んなくなっちゃうんで、祈りの指輪を使ってます。ただ祈りの指輪って戦闘中使うと壊れるんですよね。4個持たせて、4個あればまあ大丈夫かなという感じです。さあ、で攻撃、賢者の石、ベホマラ、このターンは吹雪と攻撃を食らうターンになります。さあ、その攻撃どこに行くかも注目。戦士エルドに行くのは非常にありがたいんですよね。200食らうんだけど、刃の鎧を装備されてるので半分100、跳ね返ります。だからこそカルトと盾を装備させないなんて戦略があるかもしれないですが、その辺は、研究中です。さて、ここが凍てつく波動と吹雪のターンですので、戦士には剣じゃないし、勇者はクッキーはそのまま攻撃、フバーとバイキルトをかけていきます。さて、波動の前に攻撃が入ったから、これバイキルトかかった攻撃170でしたっけ、これトータンが大きかったですね。バイキルトがかかりました。あれ、今フバかかってないよね、ちょっと見逃してしまいましたが、なので道具で賢者の石攻撃、賢者の石、ここでフバかかってたら、ちょっとごめんなさい、後で見返しときます。これフバかかってない量だね、ということでフバかけてよかったかな。でヒットポイントがちょっと戦士がさっき食らった攻撃の分で混んじゃってるかな。で攻撃、賢者の石でエベホマラ、このターンはマヒャド吹雪のターンですか。さあ、かけていきます。エベホマラが入って
で、戦士エンドが80ぐらい足りないかな。次が、凍てつく波動のターンですので、先に攻撃食らうけど、これ大丈夫そうですね。賢者に思考結局、バーハ、そして、バイキングと、受けていきます。ただこれでフバーハとバイキルトがかかった状態ですので、さあ攻撃も入りましたね。さあほぼ全開ですので、ここ吹雪吹雪ですが、祈りの指輪を使ってマジポイントを回復していきます。14ポイントちょっと少ないですけども、さあ次ポッと会心の一撃、これありがたいね。戦士は破壊の鉄球を攻撃で持たせてます。ミスが起きるけれども会心の一撃も出やすいっていう、武器です。勇者は王者の剣とか言ったかな。これで今力が255最大で、仮のタトゥーがつけてるので、これが多分最大の攻撃力ではないかと思います。324入って、いろいろ35、まあ4、平均40ぐらいですね。さあ次が吹雪と攻撃のターン。祈りの指輪は使わなくても大丈夫かな。じゃあ、ここは次の攻撃に備えて、ベホマラーでいきましょう。勇士選手に攻撃が行くと跳ね返りがありがたい。さあ次が凍てつく波動からの吹雪のターンですね。ですから選手が賢者の石フバーハとバイキルトをかけていきます。さあここ順番よく見なきゃいけない。ゾウマの凍てつく波動が先は、吹雪は丸腰状態で怖いんだけれども、バイキルトとフバーがかかる。でバイキルトの方が勇者の攻撃の先なので、これはとてもいいパターンでした。戦士のヒットポイントややへこんでるけれども、ここはナメプの祈りの指輪、祈りの目線で4本です。どこでどこで出たか覚えてないですけれどもね。さあ吹雪で賢者の石で1回まではいかないぐらい、あ、200億も全然ダメだ、足りないね。で、次、吹雪とマヒアと、ベホマラー使いましょうね。攻撃、賢者の石のベホマラー。攻撃食らうんですけれども、どこに行くのかは、ドラクエ3のスマホ版は、戦闘から順に 40%、30%、20%、10% なんですよね。賢者の方特に 4人目ニコライ賢者に攻撃いくと250ぐらい食らうので、ストライド最大でも即死なんですよね。まあしたらうまくザオリクで復活させますが、ここが攻撃食らうところですので、フバハとバイキルトの重ね書きをしていきます。戦士に行くのはありがたいです。バイキルトがかかり、フバーハがかかり、そして勇者の攻撃にいい流れがってきました。さて攻撃で、ホマラかけていきましょう。吹雪だったんですよね。ヒットポイントの話しましたっけ。ゾーマ4700で毎ターン100の自動回復があります。勇者がバイキルトかかってれば、平均200いくので、100引いても毎ターン100ずつ減って47ターンでいく計算です。で今みたいに会心の一撃がちょいちょいと出てくれれば、その分縮まって、まあ大体30ターンぐらいで倒せるかなっていったところです。さあ吹雪マヒアドのターンでした。次が吹雪攻撃のターンですね。戦士が1分300ちょっとだから、今ちょっと引っ込んでるので、ここはベホマラー使っていきましょう。吹雪から攻撃がどこ行くか。おっと、戦士死ぬか、これ。これは想定外でした。さて、どうしていきましょうかね。ここはですね、
ここは殿下の宝刀ベホマズンを使ってみましょう。勇者ベホマズンが使えるんですよね。使ってでフバーハとバイキルトじゃない、フバーハ優先、バイキルト後回し、ザオリクが先ですかね。さあ波動が先は助かったな。フバーハが生きるってことです。でザオリク行ってフバーハがかかり、全員にかかったね。これは先にザオリクがかかったのでこの順番ありがたかったね。現状がバイキルトがかかってないけれどもヒットポイント全開。ただ今自動回復攻撃できなかったから自動回復100入っちゃったのはちょっとぬるかったですね。攻撃賢者の石でここでバイキルト、これでいいかな。ここは吹雪吹雪ですね。しのいでると思いますよ。吹雪吹雪で回復多分追いつかないんだよな、バイオンペホマラーにしても、賢者の石にしても。さあ、ここでマヒャド吹雪のターンは、賢者ニコライ1本でちょっと少ないけれども大丈夫かな。じゃあ、祈りの石で、なめぷんしたって。さあ、吹雪が入って、お、30回復したのみたいですね。会心の一撃ちょっと出ましたね。ちょっと多くなるんですけど、この曲というかこのハンチャンというかこれはちょっと多めですね。ちょっと麻雀用語も入れつつ、さあ次攻撃で、いくつか波動のターンです。なので賢者の石攻撃フバーハとバイキルトの格系ですね。戦士に跳ね返るのがありがたい。フバーハバイキルトがかかってから勇者の攻撃になるんですね。さて、戦士のヒットポイントがちょっとへっこみ気味なので、ここは、持ち大事のベホマラーを先にかけておきましょう。吹雪吹雪ですね、ここは。で、ベホマラーと賢者の石で、どこまで回復するかな、戦士が。238、まだまだ足りないと言いたいところだが、おっとっと、ここで会心の一撃で仕留めました。いやー、こんな感じで、闇ゾーマの方、対策というか、倒すことができました。さて、ステータスだとかっていうのは、最後、概要欄等に載せます。ちょっと店、お見せしましょうかね。ここからエンディングになるんですが、エンディングは最後まで見ないですけども。強さと、あと、装備ですか、こちらの方をお見せします。強さと戦士、勇者が素早さ104、力255で攻撃力が405、多分これ最大値だと思うんですよね。3人目の僧侶が素早さ140で4人目が146、勇者クッキーが100ちょっと出したから、これで素早さ大体ニコライの方が先につくといったところです。まあ、装備については戦士が魔人脳のようと装備しているということ、そして勇者は高血のやつ破壊の、こっちが破壊の鉄球ですね、失礼いたしました。破壊の鉄球ですね、王者の剣じゃなくて。で、賢者はヘビメタリング素早さあえて上げていないというところが賢者の成果です。4人目もハヤタルリングを装備しているところですね。で、祈りの指は全部で4個持っています。さあ、そんな感じで麻雀打ちによる、闇ゾーマ討伐でした。そろそろ勝敗アプリが復活すれば勝敗実況も復活したいと思ってますのでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。